どうも、ジエンでございます。ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしでしょうか？僕ね、これ、10時26分ですね。バイト終わって帰ってきまして、今から実家に帰ろうと思います。はい。なので動画をちょっと回していこうと思います。電車に乗って実家に帰るわけですが、夜の電車結構空いてましたね。そして僕の地元の駅、見慣れた風景に着きまして、そして帰った時にはもう深夜でしたので、この日は寝るだけですね。まあ、寝るだけですねという映像を撮るために一回ね、布団に入りまして、電気を消しに行くわけです。昨日ゴールデンウィークの0日目とするならば、今日はゴールデンウィーク1日目になるわけですけども、イオンのモーリーファンタジーに来ました。はい、ゲームコーナーですね。ここで進撃の巨人のガチャガチャもありまして、そしてデニーズのレストランのガチャガチャの横にサイゼリアのレストランがあるというね、まさかの競合体制。はい、久しぶりの地元のイオンを満喫しているわけですけれども、今夜に来ましたね。トリコの全巻が置いてなかったので失格です。そして皆さんご存知、焼肉チェーンの牛角にやってまいりました。はい、パイナポージュースかリアルゴールドかどちらかが塞がってて顔が見えない YouTuber 失格ですけども、どんどん肉を焼いていきます。バターが乗ってる肉がありますね。まあ、どんな味だったか忘れたんですけど、でも全体的に美味しかったですね。はい、味が結構濃ゆくて白ご飯は絶対必須かなと思ったんですけど、キムチとかのレベルも高くて、はい、全体的に満足です。デザートは一人一品までということで、牛角アイスの抹茶味を食べました。でもまあ硬すぎてちょっとね、インサートが全然取れてないということでございます。満腹すぎて身動きが取れないのにバッティングセンターに来るので、こうやって空振ってる時点でございますが、80キロは当たるんですけど、こうやって100キロは当たらない、この20キロの間に何かきっとあります。2日目は苗作りですね。皆さんは絶対無縁かと思いますが、私の父の実家はこうやってね、米を作っておりますので、昨日は肉をむしゃむしゃ食べてバットをブンブン振った一日だったんですけど、そんな一日とは一変。今日は非常に穏やかでのどかな農業的な一日でしたね。童心に帰って久しぶりに裸足で歩いてるんですけども、痛すぎてカニの大幅ですね。見渡す限り田んぼとソーラーパネルということで、現代日本の課題でしょう、これは。はい、ゴールデンウィーク3日目ですね。こちら、5月5日、子供の日木曜日、祝日ですが、終えました。3日目はですね、実家から家族と一緒に車で出発しまして、いろんな荷物詰めてね、1ヶ月住んでみて、必要なもの、いらないもの、いるものと、まあ、いろいろ車に積んで持ってきて、ここでまた搬入とかして、で、いろいろ僕のこのね、吹田の近くで、まあ、時間を過ごしたと。で、家族と離れて今一人になったというところでございまして、はい、ゴールデンウィークね、楽しく過ごさせていただきました。久しぶりにね、1ヶ月ぶりですが、帰りまして、で、まあ、家族との時間も過ごして、で、またね、これから一人の時間に戻るということで、はい、皆さんも、ね、家族との時間も大切にしながらも、一人の時間も大切にするというね、両輪で頑張っていただけたらなと思います。何言ってるのかちょっとよくわからないんですが、この辺で動画を締めたいと思いますので、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ほな肩にはまる777 Here we go 起きて破りなことをしてやろう暴れろパワーフルスタイル伸び伸びとAre you ready とらわれないぜ